ございます。目めっちゃ赤くない？目がめっちゃ赤い。何これ、何何何何ですかこれ。めっちゃ目やばい。なんか目がピンク白じゃないピンク。グルになっちゃうかも。嬉しい、グルになれるかも、グルになれるかも。うかく以外がいいな。そうです、今日は制服の上です。やったー、なんかめっちゃ目赤い、ほんとに。何？なんでこんな赤いんだろう。怖っ。怖いなぁ。なんだろう。制服の目です。なんでこんな目赤いの？怖い。ほんとに怖い。なんでだろう。ねえ、めっちゃ怖いんだけど、何？うわ、ミキサー推しだ。劇場で12期生の公演初めて見ます。ミキサーにはいつもお世話になってます。私のお姉ちゃんです。二度目ありがとうございます。めっちゃ赤いよね。なんだろうこれ。病院行きなねとか言わないでね。忙しくて行けません。おはよう。めっちゃ赤い。なんだろう、まあグールなら OK、 グールになれるなら OK グールになりたい OK。コーヒー飲めないけど OK、 OK です。おはようございます。コーヒー飲めなくても OK です。泣いてないんだよね。目がめっちゃ赤い。昨日笑いすぎたのかな。なんか痛いんだよね。なんだろう、目充血の原因とかってありますかね。なんか目薬さすとなんか余計痛くて、ございます。本当に痛い。なんだろう、怖いとか言うと、とか言うとね、病院行きなって言われる。でも行く時間がないにょ。おはよう。めっちゃ痛い。まばたきすると痛い。なんだろう、明日まで治ってるといいな。結構さ、結構ひどくないこれ。
どうもありがとうございます。目薬がめっちゃ痛いんだよね。目薬出すと怖いよね。怖いよね。でもそうなの、踊ってる時に、なんかもともと何もなかったんですけど、踊ってる時になんか私まばたきしないんですよ。でそれでなんか結構ドライアイになってきちゃって、最近それが原因なのかもしれないけど、久しぶりに女充血してない？もともと全然あれだったんですけど、本当になんか急にドライアイになっちゃって、まばたきするの忘れちゃうんですよね。昨日のみおさんのショールームで最後に昨日サータンがめっちゃ可愛すぎたと言ってた。なんかね、なんか一回鏡越しにずっとサータンの顔を見てたって言われた。なんか普通にレッスン中ではあったけど、レッスンしてない時があったんですけど、今日美中良すぎって言われたんですけど、昨日なんかメイクうまくいかなくて昨日メイクうまくいかなすぎてちょっと落ち込んでたんだけど、落ち込んでたっていうか、なんかやだなと思ってたけど、そうやってみおさんが言ってくださったから、昨日は可愛かったということにします。ありがとうございます。でも多分ここ最近私がもうすっぴんにマスクでずっと受けたけど、昨日久しぶりにメイクして全顔さらしていったから、なんかマシに見えてもらえたのかもしれない。みおちゃんサータンのこと好きすぎ、まあ相思相愛なんてすいませんね、相思相愛なんです。結局ねすいませんね、結局なんかもうなんかみおさん推しの方にはすいませんですけど、やっぱみおさんの矢印は私に向いてると思っていいですかね。最近はみおさんとずっとハグしてる、永遠に。おはようございます。もう私がお家に呼べばいいんだっていう考えに至ったので、いつか呼びたいですね。来てくれるかにゃ。サータン扇風機持ってないんだよね。すいません、もうみおさんを知る方にはすいませんですね。すいません、私がめっちゃ強制的にもう強制的にショールームをフォローしてもらったんですけど、外してないっぽいのがめっちゃ嬉しいです。外してないっぽい。
おはよう。ございます。カステラ好きなんですか、みおさん。嘘、強制的にフォローしてないって言ってたから、フォローしてもらったんですけどね。でも見に来てはないと思う。通知だけ見て見に来てはないと思うんですけど、それでいいんです。見に来てほしくはないです。こんなすっぴんなんでいいんです。私はみおさんのもうずっとフォローしてます。え、鈴カステラ？なるほど。私も結構好き。たまに鈴カステラ食べたくなるけど、コンビニに鈴カステラって売ってないんですよね。普通のカステラなら売ってるんだけど、コンビニに売ってないから結構困る。おはよう。おはようございます。ね、制服の目もいつか一緒に出たいです。でもいろいろね、あのポジションの問題とかもあるだろうから、ちょっと難しいかなと思うんですけど、いつか出たいです。みおさんの思い出以上見たくないですか。普通に嬉しい。ミキさん釣れるの嬉しい。おはよう。なんか本当に、なんかこのなんていうんですか、制服の目でやってほしいです。なんかリハがあって、本当になんかリハのおかげで先輩ともなんかもっといっぱい話すようになったし、なんかなんだろう、なんか今まではなんか割と S にめっちゃ出てたから、まあ K2 はその小学までに2回しか出てなかったから、やっぱ S の先輩の方がいっぱい話してたんですよ。こうなんていうの、レッスン上とかで会っても S の先輩とめっちゃ話してて、今はK2 の先輩がいるとめっちゃ嬉しくなるし、本当にめっちゃ嬉しくなる。おはようございます。って思えるぐらい本当によくしてもらってます。なんか最初はなんか本当に大丈夫かなーって、一人で大丈夫かなってずっと心配だったんだけど、本当に先輩方がなんか優しすぎるくらい優しくて、そのおかげで本当になんか居心地もいいし、本当に全部先輩のおかげで、なんか大変なこともあるけど、なんかこう精神的な面でめっちゃ支えてもらってるなって思います。
おはようございます。そうです。でもかくて言うとミキさんみたいに何もしてないよっていう風に言われるんですけど、それもまた優しいです。最近仲良くなってた。ミキさんとはゴーホーザドリームをやった時から急激に仲良くなった気がします。でもミキさんは私が本当に一番最初にツーショットをお願いした先輩なんですよ。なんですけど、その時はその時と今で結構印象が違う。なんかただただ可愛くて、なんかただただ可愛い先輩だと思って、あの時は。そしたら優しかっためっちゃ優しくて可愛かった。優しい、あ違う、可愛い先輩かと思ってたら優しいが追加された。アイリさんもめっちゃ優しいです。アイリさんは私が泣くと一番最初に気づいてくれる先輩別に気づいてほしいとかじゃなくて、私が泣きそうになったりすると一番最初に気づいて声をかけてくれます。それくらい優しいです。本当の一番最初。おはよう。だからお姉ちゃん S とケツは雰囲気違う。え、違いますね。全然どちらも良さあると思うんですけど、全然違うなって思う。おはよう。そう、もう困ってもういっぱいいっぱいね。なんか危ない時があるんですけど、そういう時に一番最初にサータンって言ってくださいサータンって言って近づいてきてくださいます。だから泣きそうになったらアイリさんのとこにこれからも行こうかなと思います。ああ、だん。めっちゃありがたいですね。あぐみさん、また充血しちゃう。さくらさんとは、京香さんとは前から結構お話ししてたんですけど、さくらさんはあんまなんかめっちゃお話しするわけでもなくて、でも最近本当にさくらさんめっちゃお話します。ありがとうございます。
そうかも、なんか同じユニットができると余計なんかお話できる感はあるかもしれない。と同い年です。なんか本当に、なんか本当に良かったなって思いました。幸せ者だな、本当だよ。本当に本当になんかね、あ、そうなの？公園で？評価さんって新名のこと多いのかな？そうなのかな？おはよう。知らなかった。そうなのかな？皆さんポジ？あ、そう、なんかえなさんとスクランブルって発表された日あるじゃないですか。あの時にこう私出ることになってえなさんポジもやることになったんですけど、そしたらその次の日ぐらいにえなさんから連絡があって、なんか本当にね、もうやばいなと思って、 K2 は本当に2回しか出たことないから、本当にあ、昇格前ね、ミオさんポジしかしたことなくて、本当に大丈夫かなって、もうめっちゃ心配で、エナさんポジをやるのがめっちゃ心配だったんですけど、エナさんから優しい連絡がをいただいたので、もう死ぬ気で頑張ったんですけど、ちょっと自分的にはなんかアーカイブ向いててあんまなんか納得いかなくてもうさ、顔に出てるってと思って、不安が顔に出てしもうてるよって思って、そう、ちょっとなんかね、ちょっとまああれなんですけど、まああれなんですけど、なんかまあ、大きくさ、なんか振りが飛んじゃうとかそういうのがなくて、まあ良かったかなって思います。おはようございます。シンポジと初めて出る公演だとどのぐらい違う？初めて出る公演だとしたら緊張が120で、シンポジだとしたら緊張が100、なんか緊張っていうか不安が100。そのレベル。なんか初めて出る公演も割とこうね、なんかなんていうの、先輩たちと一曲一曲練習できることが多いんですけど、リハで。でもシンポジだとなんか全部リハってわけじゃなくて、本当に不安なやつだけリハしていただくんですけど、だからそうするとなんか不安だった曲はまだしも、他の曲が逆に不安になっちゃってみたいな、
ね、なんかめっちゃ言ってもらえるダンスが綺麗って、なんか自分だとちょっとあんま分かんなくて、なんかただなんか振り振り見てやったらそうなるから、振り振り通りを踊っちゃうんだけど、でもそれがいいのか悪いのか分かんないです。なんかね、自分なりにちょっと個性を入れた方がいい気もするし、今のままでやるのがいいのかもしれないけど、ちょっとなんかそこがなんか初期の頃からなんか結構悩みで、なんかめっちゃ最初の方の本当に基礎練習とかしてる時になんかなんだっけ、なんか楽しい曲が楽しく見えないとか先生に言っていただいた気がするんですよ。なんかお手本通りのなんかダンスはできてるけど、なんか目立たないって言われたことがあって、なんかどうしようって初期の頃思ってたんですけど、今はなんかどうなのか分かんないんですけど、でもなんかそうやってさ、なんか綺麗って褒めてもらえる以上さ、なんか変え踊り方を変えるって思うとさ、なんか今のいいところをなくしちゃうんじゃないかなと思って、今のままでいいのかなと思うけど、目立たないのならばなんか変えるべきだよね。普通になんか一人で踊ってるわけじゃないからさ。おはようございます。リトマ永遠に不安リトマ永遠に不安だよ。なんかね、本当に不安なんだよね。リトマは本当にね、ありがとう。でもなんかまだアンダー気分なのかなと思う。なんか振り振り通りやるのがやって役目を果たすのがアンダーだと思うんですけど、もうアンダーなわけじゃなくて自分で公演にを作らなきゃいけないって思うから、何か一つでも目立つようなダンスができたらいいのになって思ってるけど、動画とか見てもなんか普通だよね。普通だなって思う自分。でその分なんか時間がないってめっちゃ難しくないですか。あんまさ個性が出しすぎてもさずれて見えるしさ、だからずっとなんかどうしようってずっと悩んでることではある。ずっと悩んでることではあるけど、結局何が正解なのかはまだたどり着けてない。でも多分この悩みは研究生のうちだったらあんまなんかここまで考えれてなかっただろうから、昇格してよかった。まと消しても痛くなくなってきた。あとありがとうございます。何なんだろうね、なんか何なんだろうねなんか難しいよね。
あ、めめって言わないで。あ、どうもありがとうございます。なんか劇場で見て握手会とか来てくださる方が本当多いので、なんかこれからも本当に劇場はめっちゃ大切にしていきたいんですけど、なんか今すごいあれじゃない、めっちゃさ、なんかなんていうの、こういうの、このなんていうの、これなんていうんだっけ、スランプっていうんだっけ、みたいじゃない、なんか本当に制服の目初日から2日目3日目でなんか急激に自分の成長を実感したんですけど、なんかそれ以降行き詰まってる感すごくない、自分の中で、あ、自分の中でのことのあれか知らないか知らないけど、みんな知らないけど、なんか困ったもんだなと思ってる。そう、なんかツアーで何か得たい、何か得るものがあったらいいなと思うんですけど、でもリハの時点ではすごい学ぶこと多くて、そう、学ぶこといっぱいあって、なんかこう監督さんともいっぱいお話ししたし、なんかこうあんま怒られることはなくて、褒めていただくこと多いんですけど、私が不安そうだからかな、わかんないんですけど、褒めてもらえることは多いんですけど、そう、で自分の中で、あ、なんか今日の公演めっちゃ成長できたかもって公演を作りたい、これから。ありがとうございます。なんかね、おはようございます。うん、そう、なんか自分に自信つけるのが一番手っ取り早そうだよね。でまだ自信つかないよね。どうする？自信つけるにはどうすればいいの？どうすればいいの？なんか自信をつけるイコール練習いっぱいして自信を持つっていう考えだったんですけど、でそういう問題じゃないのかもと思ってきた。だからもうめっちゃ、悩んでる今。めっちゃ悩み。あ、ありがとう。ありがとう。技術面より、なんか、なんて言うんだろう。見え方の問題？なんか技術面では本当になんか、監督さんにもめっちゃなんか褒めていただいて、なんかめっちゃダンスやってたのみたいな、そんな幼稚園の頃ですみたいなお話ししたんですけど、なんか技術面ってよりは本当に見え方のあれです。まあそうかな、今なんかいろんなポジションやるから不安が出ちゃうっていうのは確かにあるかも。制服の目なんてね、基本一緒だったから、基本初日のポジでたまに違ったけど、
割と自信持ってたんだけど、そういうことかな。それもありそう。ねえ、なんかさ、そうなんだよね。おはようございます。だからね、そう、夏はさ、初めてなお仕事多いからさ、なんか慣れていきたいですよね、そういう部分。ただどんなアイドル目指してるの？難しいね。でもなんか見せて元気もらえるとか、そういうアイドルもいいと思うんですけど、それ以上になんかパフォーマンスで見せれるアイドルになりたいって思います。なんか結局ね、おはようございます。そうだよ、私のこの夏の目標だから、今年の夏の目標だから、成長するが目標だからまあ夏は長いですから、皆さん気長に待っててください猿ちゃん的に満足できたのは制服の目の2回目か3回目だった気がする。でも本当にね、ね、ありがとうございます。うん、確かに、まあなんか基準が違うからね。おはようございます。おはようございます。え、なんかザザートめっちゃ言ってもらえるんだよね。おはよう。なんかめっちゃ言われるんですけど、普通に気になるから持ってるんだよね。そしたらさ、確かにみやさんもよくやってるなと。なんか前は配信のために前髪固めてたりしたんですけど、さすがに寝起きで固めるのはあれなんで。ありがとうございます。なんかさ、ボブなんていうの、制服のその初日ぐらいの顎ぐらいのボブが一番いいって同期に言われたんですけど、
最初ココちゃんに言われて、でココちゃんに言われた時になんかみんなもそう言ってたよみたいな言われて、似てたかな今、みんなもそうやって言ってたよって言われたんですけど、誰が言ってたんだよと思ってたんですけど、レナにも言われて、なんかそれが一番顔ちっちゃく見えるし似合ってる気がするって言われて、もうミキさんがロングって言ってたのに最近は寝れてる、なんかね睡眠時間少なくてもね、なんかねいけるようになってきたかも、まあ、眠いは眠いけど睡眠時間少なくてもなんか割とね、伸ばすつもりだよ。だからなんかいつかさ、なんか急にボブに戻る日もありそうだなと思った、なんかまあいつかありそう。今日は5時間寝るとか、本当に研究生のうちはボブでよかったなって思う、めっちゃ覚えやすいし良かったと思います。すごい本当にさ、最近その気づかないうちにさ髪の毛伸びすぎてちょっとびっくり、気づかなかった本当にこんな髪伸びてんの。なんかもう普通に下ろしてるともうめっちゃ跳ねるんですよ。嘘、じゃあ頭働いてないかもしれない。あ、そう、今日前髪切らなきゃ、維持はめっちゃ大変でした。普通に1ヶ月に1回とか切りに行ってた、じゃないと気になっちゃって長くなって不思議なもので寝癖はなんか別につく確率は前とはそんな変わってないんですけど、おはようございます。中2ぐらいからボブでした、ずっと。でも言うて顎よりちょっと下ぐらい、顎ラインはあんまなくてこんぐらいの長さだった。髪の毛切りたい欲求出ないですね、出ないんですけど、なんか同期に本当にめっちゃボブがいいって言われるから困ったもんですよね。結構困ったもんになってますね。ありがとうございます。でもその自分が本当にボブの女の子好きすぎて、だからごはいちゃんにもボブが入ってきてほしいですね本当に。私なんかね、アイドルといえばボブなんですよ。なんか結構違うよねそれ、人によって。私めっちゃアイドルといえばボブなんですよね。なんかボブがめっちゃアイドル、ザアイドルな感じがしちゃうのは私だけですかね。
かんない、ボブの子が好きだからなのかもしれないけど。そう、ボブが一人いるとめっちゃなんかいいよね。まあ、ボ全員ボブだったらちょっと話が変わってきますけど、ありがとうございます。そうなの、人によるよね。アイドルといえばの髪型って、でアイドルといえばボブっていう人とはちょっと話が合うかもしれない。ちょっと全員ボブはちょっとね、違うんだけど。おはようございます。どうもありがとうございます。そう、ショートって確かにいないね今。ちょっと私はショートが似合わないです、絶対に。レナとかショート似合いそうだけど、絶対ボブが、あ、ボブじゃない、ロングが好きだよね本人。ありがとうございます。どうもありがとうございます。みやびちゃんのボブ可愛いんだよね。無限形成のうちは髪型変えられないからさ、あれだけど、いつかみやびちゃんもボブやってほしい。可愛いんだよねみやびちゃんのボブ。なんかね、一回言ったことあるんだよね、みやびちゃんの髪の毛を後ろで持ってボブにさせたことあるんだけど、めっちゃ可愛いよ。短めのボブとかじゃなくてちょっと長めのボブがめっちゃ可愛かったよ。
ね、そうだよ、髪、本当にね。ありがとうございます。いやでもロングの方がね楽だと思う。ボブの方がなんか髪の毛結ぶとかさできないからさ、もう寝癖がついたら直すしかないんだよね。でもロングがさ結んじゃえば分かんないじゃん。多分ロングの方が楽だと思う。ありがとうございます。今日は金曜日です。そういえばドラマ見たんですけど、なんかやっぱあのあれね、めるるさんのやつ最終回まで見たの、倍速で見たんだけどさ、やっぱさなんかくっついてほしいと思った方とくっつかないよね、ああいうのって。そういう風にできてるのかな。だからやっぱあの恋愛ドラマ好きじゃないですめんどくさい人、自分があこっちの方が絶対いいよと思ってる人と絶対くっつかないんですよ、恋愛ドラマって。だから苦手。おはようございます。絶対こっちの方がいいのにって思いながら見えるから、なんかある意味なんかストレスだよね。でやっぱ見たくないなって思った。でそれならもう犯人が決まってる刑事ドラマの方が面白い。失恋するドラマとかあるの？あ、見たことない。なんか本当に恋愛ドラマ全然見なくてさ、失恋タイプもあるんだ。なんか結局さ王道な方とくっつくみたいな、そういうのさあれなんだけど、まさかの誰ともくっつかないドラマあるの？好みのカップリングにならなかったらそのドラマ見なくなるよ。なんならあのあれだよ、そのなんていうの、もともとさもう終わってるドラマを見る場合先に結末調べちゃう時ある。なんかちょっとなんか見てみようかなって思っても先に誰とくっつくかちょっと先にね調べちゃうときある。え、そう、ミオさんと、え、そう、ミオさんと一緒だった、今回のドラマ。誰とくっついてほしいみたいなお話してて。全く一緒だった。めっちゃ共感しました。え、そっちの方がいいよね。なんか、どっちかにさ、うわこっち頑張ってって
例えばなんか A さんと B さんどっちくっつくかみたいな、そういうドラマだったとして、だいたい B がいいんですよ、私。 B がなんか好きになるんですけど、 B に頑張ってって思ってて A にくっつくと嫌じゃないですか。なんかこれおかしいらしいよ。レナとココハちゃんはドラマにのめり込まないんだよ。そうだから、なんかアニメの話してた時に、なんかみやびちゃんと私はアニメの中になんか推し、この人が一番このアニメの中で一番いいっていう人ができるんだけど、レナとかココアちゃんはできないんだって。なんかもうそのアニメが好きなだけで、なんか誰が嫌いとか誰が好きとかないらしい。不思議じゃない？私からしたらもうそれはめっちゃ不思議で、普通にアニメとかドラマ見てたらさ、あ、このキャラクターが一番好きってさ、なるくない？びっくりした、そこで対立してびっくりした。ほんとびっくりだった。なんかそんなことある？だってだから一番なんかいいこのキャラクターに勝ってほしいみたいなないのって言ったら、ないって言われた。ありがとうございます。だからほんとびっくり、なんかそういう楽しみ方もあるのかと思った。みやびちゃんは分かってるよ。みやびちゃんと私はそうやって好きなキャラクターができるんですけど、レナとコガちゃんはできないのって。ございます。なんかさ、バトル系で勝ち進んでいく系あるじゃん。でそういうのはだいたい本当に勝ち進みそうな人を花からこう推しにするもう強い、もうこの人絶対もう強いじゃんみたいな、絶対この人死なないじゃんっていうキャラクターを割と推しにしがち。どうもありがとうございます。なんか弱いキャラあんま好きにならないかも。もう絶対この人覚醒するじゃんとか、もうこの人最初からめちゃくちゃ強いじゃんっていう人が好き。じゃないと戦い系はすぐさ死んじゃうからさ。そういう強い人が一瞬で負けるのちょっと好き。あれじゃん、ブルーロックだよそれ。そう、途中でいなくなったらさ、アニメ見たら嫌じゃん。アニメをさ、なんか途中で見る気なくなっちゃうじゃん。だからもう花からもう強い人を選ぶ。そう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 。だから神の塔を見てたんですけど、わ、名前忘れちゃった。水色のキャラクターなんだっけ、忘れちゃった。どうするしちゃった。神の塔見てた人いますか？水色のさ、なんだっけ名前、忘れちゃった名前。なんかなんだっけな、
忘れちゃったわ。おはようございます。でも最近なんか事件系のドラマで、前は本当になんか推理全くできなかったんですけど、最近ちょっと分かるようになってきた。いろいろ見すぎて、あ、これこの人怪しいって分かるようになってきた。まあ、この間はこの人怪しいと思ったら違かったんですけど、まあ、その時もたまにあるけど、カメラワークで分かるようになってきた。おはようございます。この人なんかめっちゃ映るなとか、え、なんで今映したんだ、あ、この人犯人だって思いました。で、その感じで言ったら一回間違えたんですけど、この人絶対、いや、この人絶対犯人じゃんと思って見てたら全然違ったっていうね。逆になんかあれだよね、いろんな楽しみ方あるよね。一回だけだから。でもそれでも、そう、大体カメラワークで分かるようになってきた。今なんで映ったんだって。だって犯人映さないとさ、ダメじゃん。だからさ、無理やりねじ込んでくるじゃん絶対。お、今映ったぞって思ったら、あ、この人が犯人なんだなって思います。五条先生あんまあれ好きじゃないかよりは、鮭とかツナとか言ってる人が割といいですね。なんていうの、基本的になんかあんま喋んなくて強い人が好きなんですけど、必要以上に喋んないとか、めっちゃサバサバしてて強いみたいな、そういう人が割と好きなんですよ。戦ったらめっちゃ強い、かっこいいみたいなキャラが好き。な、多分あんまりなんかめっちゃさ、主人公ってさ、なんかなんちゃらかんちゃらだ、お前よ、なんちゃらかんちゃらじゃないかみたいな、そういう主人公はあんま好きじゃない。だから主人公で好きになったことあるのはグールの金木くんだけです。あれはなんか主人公はあんましてなくない？なんか途中からさ、なんか主人公なのに主人公じゃなくなるし、あ、でもなんかあれかも、進撃はアルミンが好きなんですけど、なんかアルミンが好きになるまでなんか別に推しいなかったわ。確かにいなかったわ、いなかったんですけど、あのアルミンが一回死にかけるじゃないですか。死にかけて生き返った時にアルミンが好きになりました。あ、この人もう死なないとアルミンもう死なないじゃんって思って好きになりました。一回生き返ったらもう死なないじゃん。おはようございます。ドラゴンボール見たことないな。一回さ、そう、それまで本当になんか別になくて推し、なんかエレンあんまあれなんですけど、私的に主人公目だから、最初らへん、最初はなんかサシャとかそっちかなと思ってたんですけど、
おはようございます。アルミンでした。結局生き返ったから。リヴァイ兵長はね、サーダン理論だとさ、リヴァイ兵長だよね。でもちょっとなんか違った、ちょっと違ったかも。このそう、アルミンがいい。謎、進撃はちょっと謎にアルミン。アルミンが巨人になったぐらいで、お？なんかいいぞって思い始めたのに死んじゃって、こぎちゃって、あ、どうしようってなって、そしたら生き返って、あ、君が推しだと思いました。やっぱ死なないのが一番ですよね。なんか私推しキャラ死んだことないんですよね。一回もない。逆に私がそのキャラクターが好きって言ったら死なないフラグみたいになりますね、これ。あら、ありがとうございます。なんかサラ死ななそうじゃない、わかんないけどサラ死ななそうじゃん。100回目ありがとう。まあドラえもんがさ、出来上がるまで死ねないのでね、任せてください。それは100点ありがとう。で結局さ、なんか強いのが一番だよね、なんでも。強いのがいい。強さって大事。負けてほしくないじゃん、やっぱ。サタン、グールじゃなくなってきた、目が。でもさ、それさ、アニメの謎じゃない？なんかさ、確かにさ、序盤でさ、お、これめっちゃ強いってなったのがさ、どんどん薄れてくるけどさ、でもさ、めっちゃ強いキャラ出てきてもさ、結局勝つじゃん。なんか、お、こいつはめっちゃ強いやつだって言ってバトルし始めたらさ、なんか何かしらあってさ、結局さ、なんか必殺技とか使えばさ勝てちゃうじゃん。ってことはさ、じゃあさ、なんかめっちゃ強いやつだいらなくないって思う。めっちゃ強いやつじゃなかったじゃんって思う。さっきめっちゃ強いって言ったやんって思って。って思ったりする。こいつは幻のなんちゃらかんちゃらだみたいな。言うのに、なんか勝てちゃうから、ちょ、ダメダメダメ、それダメだよって思う。な、最初から幻とか言わないで、幻以上じゃないのあなたって思う。あなた自分が強いの自覚しなさいよと思う。そうなの？ドラゴンボールが何なの？今からドラゴンボール見るのってさ、結構さ大変そうだけどね。
ようございます。ありがとうございます。あ、そうなの。42巻ってことはいくらだいくらだろうって。アニメ見た方が早いのかな。でもアニメ、ドラゴンボールってアニメ見れる？どっかで見れなそう。なんかドラゴンボールってアニメ見れなそうじゃない。どうもありがとう。ドラゴンボールで知ってるっていうとあれぐらいしかない。ドラゴン、本当にドラゴンボールをなんか7個ぐらい集めたら何か起きるみたいな、そういうのしか知らない。あとはあのこれとこれくっつけてなんかレボリューションみたいなやるやつ。アマプラ入ってないな。あ、入ってるわ。アマプラ、アマプラあるわ。嘘ついた。全然フュージョンです。なぜだっけ、サラ。フュージョンって言わなかったっけ。なんだ、なんだっけ。レボリューションって言ったのか。確かになんかびっくりりん人間としてはやっぱ見ておくべきかもしれない。え、何？ドラゴンボール7個ってもう忘れられるレベルの設定だって。え、嘘なの。あれあれ嘘なの。ドラゴンボール集めるといいみたいな、もう変わってきちゃってるんだ。それは困ったな。困ったもんだな。おはようございます。あ、そうなんだ。価値薄まってきちゃったんだ、希少価値が。よくさ、お祭りのさ、なんかスーパーボールすくいみたいなやつにさ、ドラゴンボール入ってた。避けてた知らないから知らないから避けてたけど、よく考えたらさ、あれ7個取ってたらさ、よかったのか。取っとけばよかった。でもスーパーボールすくいってすぐ破れるんだよね、重いから。だからもうほぼもうなんか取れない。ね、あ、願い叶ったんだ。願いが叶うんだ。え、じゃあ7個集めとけばよかったじゃん。もっと早く行ってよ。願い叶えとけばよかったな。え、じゃあさ、ドラゴンボールさ、7個集めてさ、ドラえもん作ってって言ったらさ、願い叶うかな。めっちゃ良くないそれって。ドラえもん作って、ドラえもんが欲しいですって言えば。単調読みます。13位サータン、12位サータン、11位キャベツ、10位クマ、9位ボブ、8位魔法使い、7位サータン、6位男の子、5位カエル、4位サータン、3位サータン、2位サータン、1位平成。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は制服止め公演です。多分天気が悪いので音的に皆さん来る方は気をつけてください。足元滑りやすくなっておりますので気をつけてください。ありがとうございます。どうなんだ、土日も雨だって。お気をつけなさってもらって。おはようございます。制服止め公園です。やば、制服止め公園ですって言ってるのやばいな。バイバーイ。結構目良くなってるよ。でも真っ白じゃない？結構。バイバーイ。バイバーイ。